スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間は中国対日本、こちらの一戦をお届けいたします。お聞きいただきます。442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、ツートップだけで点が取れるということですね。やはり2人だと得点になって、その距離がこうまくサポートしながら頑張っていくということが作れればという狙いがありますよね。そのツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割を理解に作りたい、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合言うと1人ターゲットがありますので、もう1人サードで受けると思うので、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますね。トップが蹴った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。中国対日本、サイドをご紹介しましょう。左から右に中国、画面右側が日本、ジャン・リンペン、冨安、裏を狙う、チャンスになる、縦にボールを送る遠藤、このボールに触ります。長いボールを送ります。大迫、絶好の位置、シュート、クリアです。冨安、守田、大迫に渡る、止めた、中国は立て続けにシュートを許しています。カット、ギループ狙ったボール、柔らかいパス、これ仕掛けるか、スルーパスを狙う、クリア、このピンチ危ない、鎌田から大きく縦、森田、裏へ届くか、いいボール入りますよ。日本は先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に、うん、自分が攻撃の中心になれると。原口シュート、中国はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどもね、ちょっと焦っちゃいましたかね。
鎌田、ここはいいプレスで奪います。吉田、久保、大迫から鎌田、裏のスペースを狙う、抜けた、大迫から久保、どうだ、ここ拾って次につなげたい、中国、大迫、まだある、チャン・リンペン、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、これはファールを取られました。およそ30メートルというところです。これはチャンスだ、フリーで受ける、さあどこに出してくる、うわっ、取らないですね。さあここでカウンター、さあつながるか、いいボールだ、もういいですね、自分で行く、ボールのここのパス、どうだこのシュート、いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているんで非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透しますからね。さあ中国1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど、吉田、ブロヤ、森田へ、吉田、裏を狙う、スペースを狙う、いいボールでしょう、わずかに届きません。長友、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。パスでつないで攻め込んでいきます。中国、ふわっと裏を狙う、このクリアボール拾いたい、コーナーキックとなります。ヘディング、このヘッド抜くありませんでした。さあ久保、大迫、プレスからボールがこぼれる、遠藤、長友へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スルーパス、大迫シュート、日本追いつきました。いいですね、この展開はファンも思いますね。流れるパスワークからゴールが生まれました。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事ですよね。
今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。素晴らしいパス、シュート、カロスのここで前を向けるか、攻撃だったんですが、ここでホイッスル、見応えのある好ゲームです。さあ前半いかがでしたか。非常に打ち合いになったなという前半になりましたね。まあお互い得点できているので、あとは打たせる前に早めに寄せていくディフェンス、これが必要でしたね。中国対日本、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。遠藤からこのフィードパス、原口、もうこれいいでしょう。柔らかいボール、このクリアボール次へつなげたい。裏のスペースを狙う、中へのクロス、だがヘディング、いやピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺はしっかりしていかなければいけませんよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。オフサイドになります。ボールの奪い合い激しいものがあります。大迫、拾いたい、さあ左へ預けて、さあ一気にカウンター、上がっていく左サイド、これはつながりません。チャンス、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。日本十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。さあともに選手交代があるようです。日本としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。シュート、いやこれ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。森田抜けてくる、この柔らかいパス、日本奪い返します。スルーパスを出す、フリーだ、シュート、日本、いやー勝ち越し、ゲームをひっくり返します。
一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングやっぱ落ち合わないとこういったゴールって生まれないですよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ日本勝利に向けて1本抜け出しました。チャレンジはしません。後ろに流すジャン・リンペン、大きく縦吉田、さあカウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う、裏のスペースを狙う、いいプレッシャースルーパスを狙う、カウンターを仕掛けていきます。自分で行く、これはどうだ、堂安シュート、オフサイドですね。中国がここでファウルを取られます。裏へのスルーパス、縦へのボール、裏を狙っていきます。アラン上げてくる、どうだ、これは直接キーパーへ。中国としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ここは繋がりません。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。長いボール縦へ、遠藤、さあカウンターのチャンスになります。裏へ出るか、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。日本今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。このボールはカットされます。素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパスを出す、さあ来たか、フリーでどうだ、このシュート、中山危ないところでしたがなんとか切り抜けます。大迫、さあつながるか、このボールはつながりません。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。絶好の位置、シュート、ここでファウルがありました。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあこのセットプレー、ここで引き離せるか、直接クロスバー直撃、中央へ、頭だ、頭にピンポイントで合わせたんですがここは決まりません。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。
さあ、ともに選手交代があるようです。森田、ここは読んでいました。裏のスペースを狙う、シュート、いやー、追加点、日本決定的なゴールになるのか。オナイウ、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、気持ちのいいパスでしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。オナイウ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね。日本、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね、はい、ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるでしょうね。そうですね。日本、ここは時間を使います。大きく縦、森田、堂安、これはよく触りました。おっと、ルーズボール、抜けた、誘う、積極的に切り込んでいったんですが、惜しくも外しています。非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。そしてこのゴールキックとともに試合終了のホイッスル、3対1、中国逆転負けという結果で試合を終えました。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。中国としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。中国が3対1で敗れています。